続いて、お牛座の人とね、喧嘩をしてしまった時の仲直りの方法を聞きたい。殴り合い、殴り合いかな、ね、あ、こっちやばたいよ、これは。なんだろう、裁判、裁判とかかな。なんですかね、宇宙船かな。さあ、見てみましょう、どうぞ。はい、おい、そうそう、しょうが先生。ちょっと待ってください。はい、え、これ生放送ですよね。生放送ですけどね。ね、聞いてみましょうかね。聞いてみましょう。はい、ちょっと待ってください。あ、そうですね。7分以上。あ、まあ7分っていうのはですね、はい、ちょっとまあビギー先生からのこう助言なんですけど。あ、そうなんですか。はい。はい、まあこれはまああのお牛座っていうのはですね、まあこう理屈より感覚っていうのは。ちょっと言葉とありましたけれども、いろいろ言い訳がましいことをですね、長々というよりも優しく触れてあげるとか、優しく声をかけてあげるとか、まあそういうことがやっぱすごく大事になってくるんですよね。言う内容っていうのも声のかけ方とか触れ方とか、だからもう愛撫っていうのはまあ広い意味での愛撫です。はい、だからまあすごく丁寧に接してあげるっていうことをすごくこう心がけていくと、まあ非常にそれが功を奏しやすいっていうのがお医者の特徴でもありますし、なるほど、まあ、感覚でそれが伝わるっていうんですかね、うん、7分7分っていうのは、はい、まあ、あの個人の感想ですビギー先生だな、ビギー先生の長い人生で積み上げられた、はい、まあ、7分以上しておけばお医者はいいんじゃないかっていう基準が、はい、話の流れ的にはこう時間をかけるといいよっていう話の中から、じゃあ7分以上だねって先生が5分じゃ短いかなって思ってますよね。さん何分ぐらいしたいもんですか。僕はね、あのね、昔はねもういいです、もういいですいいですか、もう大丈夫です。ルーシー先生いきましょう。はい、フルーツ盛りだくさんのケーキを買ってあげる。あらら、素敵。あの、甘いものが好きっていうのと、あとフルーツをたくさんって、うん、あの高いものをたくさんもらうより、あ、たくさん大きいものを一つもらうより、うん、あの安くてもすごくいいものをちょっとずつたくさんっていうのが、へえ、はい、お好きかなと思います。甘いものですし、はい、かわいい、かわいい、かわいい、両方できますか、一晩で、一晩で、確かにね、ケーキ買ってあげて、その後7分以上愛撫してあげる。あ、そうだよね、はい、うん、大石田さんセックス好きなんでそれすごいよね。ビギー先生いかがでしょう。うん、やっぱりあのまた美味しいものって話になっちゃうんですけどね、うん、まあ、あのルーシー先生もおっしゃってるように甘いもの、美味しいもの大好きですから、まあこれは自分で作ってあげる場合も、はい、あとね、どっかに連れていく場合もそうですけど、うん、あのまあ、お詫びの印ということですよね、うん、それからあと自分の方から声をかける、必ずね、お牛座の方から声をかけるの待ってたらね、いつまでたっても仲直りできない、これはもうあのいい悪いじゃなくて、声をかけるのはお牛座じゃない方の人です、ね、なるほど、うん、やっぱりこのなんか妙なこだわりがあって自分から声かけてこないと思います。ニャンコスターとか困っちゃうね。でもお互い推しだからか、もうお互い声かけないで、うん、無の時間、確かに休みの日行きましたもんね、はい、2日目突入、2日目突入2日目やだな、ありますね、そういう星なんだ。そうですね、それからあとまあ時間がかかるっていうことでは、一気に関係をね修復しようと思う、だから 順応ってこう前の関係に一気に戻そうとするとやっぱ無理が生じるんで、ちょっとずつ戻していくっていうかね、前みたいに一気にやろうよというふうにはいかないだろうな、ゆっくり、なるほど、7分以上、まあそうですね、7分は最低必要でしょうね、そうですね、時間かけて修復もしていこうじゃないかということですね。さあ続いて、さあ最後になりますが。